第三代、レイリー男爵ジョン・ウィリアム・ストラットは、イギリスの物理学者、レイリー教としても知られる。光の散乱の研究から空が青くなる理由を示す、地震の表面波の発見、ラムゼイとの共同研究によるアルゴンの発見、熱放射を古典的に扱った、レイリージーンズの法則の導出などを行った。また、微分方程式の近似解法である、レイリー・リッツ法でも知られる。 この他にも、流体力学や毛細管現象の研究など、古典物理学の広範な分野に業績がある。機体の密度に関する研究、及びこの研究によりなされたアルゴンの発見により、1904年のノーベル物理学賞を受賞した。1871年、レイリーは波長より十分小さい粒子による光の散乱を表す式を導いた。これは、 レイリー産卵と呼ばれ、それによれば産卵光の強度は波長の4乗に反比例する。晴れた大気の場合、産卵を起こす粒子は、ほとんどが空気の分子のみで、太陽光の可視波長よりも粒子サイズが十分小さいためこの理論で説明できる。雲の水滴や大気中のゴミなどのエアロゾルは波長に比べて十分小さいとは言えないので、この理論は当てはまらない。 1885年、レイリーは、男性体の表面に極在した、男性派の一種であるレイリー派を発見した。レイリーは1842年11月12日、エセックス州、モールドン近くのラングロードグローブで、第2代、レイリー男爵ジョン・ジェームズ・ストラットの息子として生まれた。1861年まで家庭教師から教育を受けたが、若いうちは病弱で、 勉学はたびたび中断された。その後ケンブリッジ大学のトリニティカレッジに入って、数学を勉強した。1865年に卒業すると翌年、トリニティカレッジのフェローとなり、結婚するまでその地位にあった。卒業後アメリカに旅行し、帰国後にターリングプレイスの辞定であるターリングプレイスに実験器具を取り寄せて、研究を始めた。彼の研究は、 キャベンディッシュ研究所所長であった機関を除きほとんど、ターリングプレイスで行われた。1860年代から1870年代にかけてレイリーがターリングプレイスで行った研究は、主に音波や光波の性質に関するものだった。1870年には、ヘルム・ホルツの研究を発展させて、音の共鳴に関する論文を発表した。百七十一年には、 空が青いのは空気中のゴミが光を散乱するからであるというティンダルの推論を理論的に証明した。この光の波長と粒子の大きさがほぼ等しい時の光の被弾性散乱はレイリー散乱と呼ばれている。続いて解説合詞に興味を持ち分解能に精密な定義を与えて分光器の発展に貢献した。レイリーは1872年にリュウマチ熱を患い、 暖かい土地での療養を余儀なくされた。そのために訪れていたエジプトのナイル下半で音響学の古典、音響理論を執筆した。1873年に社位を継承した後も彼は研究を続けたが、これは貴族としては風変わりなものと見られた。1879年、レイリーはケンブリッジ大学の実験物理学のキャベンディッシュ教授に就任した。ここでは、 マックスウェルの仕事を引き継いで、精密測定技術の改良を進め、1884年には電磁気学の単位の標準を定めた。また彼は、電位差を精密に測定するために、レイリー電位計を発明した。この研究はイギリスにおける標準化の先駆といえるもので、レイリーは1900年に標準局が設立されると、修正その運営理事会議長を務めた。 1887年、レイリーは王立研究所教授に就任したが、もっぱらターリングプレイスで研究をして過ごした。この時期彼は、すべての元素はいくつかの水素からなり、そのためすべての元素は、整数の原子量を持つというプラウトの仮説の実験的検証のため、いくつもの気体密度の精密測定を行った。彼の得た結果は、 他の物理学者の実験と同様この理論を否定した。しかしそれに付随して、空気中の窒素の密度はアンモニアを分解して得た、窒素より0.5%程度大きいということも見出した。当然彼はその誤差の原因となる不純物が資料に含まれないよう工夫したが、問題を解決することはできず、1892年にネイチャーに短いノートを発表して、科学者の助けを求めた。 それから2年間、レイリーはラムゼイと共同でその原因を研究した。そしてついに空気中に存在する新元素アルゴンが不純物であることを突き止め、1895年に発表した。この業績により、彼は1904年のノーベル物理学賞を、ラムゼイはノーベル科学賞を受賞した。1900年、レイリーは国体放射のエネルギーを与える指揮を導いた。 これは古典物理学から導かれたが、超波長域期でしか実験結果と一致しない。短波長側の実験結果とよく一致する式は、ビーンによって提案されていた。レイリーの提案した式の定数は1905年に求められたが、ジーンズによってその誤りが訂正されたので、レイリージーンズの法則の名前がある。当時現れつつあった、量子論や相対論に対して、 レイリーは、機械論的な古典物理学の立場から、辛辣な批判を加えた。彼は最後まで、熱放射を古典物理学で説明する望みを捨てず、エーテルを不要にする相対論を悪を持って見ていたと言われる。レイリーは1919 19年6月30日に、エセックス州、ウィザムの自定ターリングプレイスで死去した。彼には3人の子供がおり、借位は、長男で、 物理学者のロバート・ジョン・ストラットが継いだ。ありがとうございます。